国本慶悠は日本のレーシングドライバー。神奈川県横浜市出身。元在日韓国人3世のハーフで、現在は日本国籍。弟は同じくレーシングドライバーの国本雄二で、父は1970年代から1980年代にレーシングカートドライバーとして活躍した李義弘、おじは同時代のカートドライバー李義彦。 母は日本人。身長168センチメートル、体重55キログラム、血液型 RHB 型、最終学歴、慶応義塾大学環境情報学部在学、趣味、スキースノーボードサーフィン、料理特技、英会話、クラシックピアノ。神奈川県横浜市に生まれる。9歳の時にアルペンスキーを始め、 アルペンスキー競技会に参戦する。2000年には SAJ 公認ジュニア技能検定1級を取得、マスターアッツジュニア選手権 GS では優勝を果たす。その後、レーシングカートに興味を持ち始め、2001年にカート競技を開始する。徐々に才能が開花し、2004年には全日本カート選手権 FA クラスでシリーズチャンピオンになる。 レーシングカートでの実績が認められ、2005年には、フォーミュラトヨタレーシングスクールを受講し、スカラシップを獲得。限定 A 級ライセンスの発給を、日本自動車連盟から受けた後、S フォーミュラトヨタシリーズ第7戦つくばラウンドで4輪、レースデビューを果たした。2006年は、トヨタヤングドライバーズプログラムのスカラシップ制として、フォーミュラトヨタ フォーミュラチャレンジジャパンの2シリーズを戦った。両シリーズとも一度ずつ表彰台を得たのだが、多くのライバルたちの存在もあって、両シリーズともシリーズ7位の成績に終わった。2007年もフォーミュラトヨタと FCJ の2シリーズに参戦。特に FCJ では勝利数こそ3勝にとどまったものの安定して上位の成績を残し、 見事、第2代のシリーズチャンピオンに輝いた。2008年マカオグランプリでの国本経由2008年は TDP 契約ドライバーとなり、全日本 F3 選手権に、トムスから、スーパー GT には、昨年の GT300 クラスのチャンピオンチーム、エープリルより参戦している。F3 では、第4戦、オートポリスラウンドにおいて初優勝を飾ると、第14戦もテ際ラウンドと、 第16戦フジラウンドでも、ポールトゥ・フィニッシュを飾りカルロバンダムに次ぐシリーズ2位の成績で、マカオ GP への参加を勝ち取った。マカオ GP では予選レース2位からスタートし、優勝を飾った。19歳10ヶ月9日での優勝は、最年少優勝記録を更新したと報道されたが、後に2003年のニコラ・ラピエールが19歳7ヶ月15日で、 優勝していることが判明して訂正された。スーパー GT でも第3戦富士ラウンドで初優勝している。2009年はチームルマンよりフォーミュラ日本に出場したほか、チーム京都自動車雑誌ナビの合同チームであるナビチーム5よりルマン24時間レースにも出場した。ワールドシリーズバイルノーにてラスト2000をエプシロンユースカディから出走した。 2010年は日本を離れ、ワールドシリーズバイルノーシリーズに参戦。前年に参戦したエプシロンユースカディと正式に契約をした。ありがとうございます。